お話ししたい伝承はたくさんございます。どの伝説をお聞きになりますかな。始めましょう。天の国へと通じる門が攻められていることを知り、二柱の神がクロードを召し出して番をさせた。クロードの力比べが始まった。目覚めさせる。怨霊が忍び寄る。らしい鬼の一味を前へ前へと手繰り寄せている。八幡の怒り、相手の陣に恐ろしい呪いをかけた。八幡の怒り、怨霊が忍び寄る。御霊守の触りにより勝利が遠く、クロードは恐ろしい呪いに少しずつ蝕まれている。
御霊守り恐ろしい呪いがもう一組を襲う。体を縛りつける。クロードはもう一組に身の毛立つ呪いを送った。クロードは相手を止めるべく御霊守りを差し使わした。クロードは手に手を取り魑魅魍魎に立ち向かう。もう一組はクロードの陣に大御霊おびただしい数の影が迫り来る。クロードが鬼に遅れを取ることなどない。この世のものとは思えぬ恐怖の化身が地の底より現れた。敵の最後の陣が勇み進む中、もう一組のクロードたちが時をあげる。群れをなで斬りにした。しかし次の群れが迫りつつある。おびただしい数の影が迫り来る。悲願は果たされた。クロードは力比べを制し誉れを手にした。
対馬を守ったクロードの話お聞きください。どの伝承に惹かれますかな。さすがの目利きですな。伊予の南行、クロードの眼はぼやけ始めていた。闇ガラス。打ち連れの眼。奇妙なクロードが仲間の命を救った。鬼はクロードに敗れた。敵の目は追いつけない食らえ。あなたやっぱしゃ。
へと続く道が目の前に広がる。お話ししたい伝承はタクトの伝承に惹かれますかな。痛ましい話ですぞ。勝負の行方。霊魂となりこの世をさまよう弓取り打ち常クロードと手を結び光の弓を授けた。船乗りを打ち倒しクロードは船を沖へと走らせる。Come on.
の中に消えていった。するとクロードを足止めしようと別の船が追いついた。クロードめがけて容赦なく火の矢の雨を降らせる。霊魂となりこの世をさまよう弓取り打ち常、クロードと手を結び光の弓を授けた。クロードに戦いを挑む資料兵はもういないようだ。鬼は全て倒され、その宝はクロードの手に渡った。クロードが目指すのは残る資料兵の水軍、そして隊長スクバタール。クロードに災難が降りかかる。命を落としクロードが降り立ったのは海賊たちの隠れ家。近辺の海賊たちがスクバタールに仕えるためこの地に集まっていた。スクバタールが対馬を制した暁には金銀財宝と住処を約束した。イオの分身から底知れぬ力が溢れていることをクロードは感じ取っていた。
休んでおこう。これで勝ったと思うでないぞ、クロードめが。今のは釣られていた使用兵は成仏し、対馬から離れていく。クロードは勝利の喜びをかみしめたが、イオとの決戦が迫っていることは明らかであった。
わしの巻物ではないか。なくしたはずの。クロードが残した数々の手柄、その一つをお話ししましょう。